どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。ガシャポンの妖怪メダル USA ボリューム1、20回回してきました。今回は開封しながら結果見ていきたいと思います。今回なんと、すべてガシャポンオリジナルのメダルです。1枚目こちら、レインボーン。はははは、言うとるね。カプセル2個目いきます。2個目は、技メダル。丸ナゲットの丸投げキラーパス。ラインナップ全10種でメリケンメダル5種、そして必殺技メダル5種です。これも丸ナゲットの必殺技メダルです。カプセル4つ目開封。これは歯磨き夫人ですね。鏡見ながら歯磨きしてる。よいしょ。カプセル5個目。ホロメダル出ました。肉焼き、アニメにも登場しましたね。フリーズプリーズミートっていう必殺技。カプセル6個目いきます。これもホロメダル、大人ブルで苦すぎた大人の味。ちなみにホロメダルは全10種中3種類。カプセル7個目。肉焼きのホロメダル2枚目。両手にはバーベキューの肉持ってます。8個目オープン。はい、これもホロメダルですね。カッパ、ディスりまくり絶好調。これでホロメダルは3種類とも出たね。続いてこちら、行き当たりバッター。これで半分の10個目です。10枚目、カッパーの技メダル、これで2枚目。今のところ10種中7種類出てきてます。カプセル、これで11個目。大人ブルの技メダル2枚目です。12個目。行き当たりバッタのメリケンメダル、これも2枚目。これで13個目。じゃーん、大人界のメリケンメダルゲット。妖怪ウォッチプニプニだったら、確か攻撃力アップだよね、大人界は。いきます。レインボーンのメリケンメダル2枚目。なんかこれワンピースのブルックに見えて仕方ないんだけど。カプセル残り6個。よいしょ。レインボーンのメダル3枚目。はい。コンプリートまで残り2種類。行き当たりバッターはこれで3枚目。カプセル残り4つ。コンプなるのか。こちら、いい線いってるのメリケンメダルです。イエー。コンプリートまで残り1種類。カプセルも残り3つ。大人界のメリケンメダル、これで2枚目。これプレゼントしょってるからね、大人界。カプセル残り2個です。歯磨き夫人のメリケンメダル。カプセルラストいきまーす。ラストは大人ブルの必殺技メダル。苦すぎた大人の味。はい。ということで、結果見てみると、メリケンメダルは5種類出たんですけど、必殺技メダル、残り1種類でしたね。台無し。最後にデラックス妖怪ウォッチドリームで召喚してみます。歯磨き夫人の妖怪メダル、セットオン。ポカポカか。当たり極上エビ天。超えたか、マジか。もう一回。歯磨き夫人って言うてるんやな、これで。大人ブルの音声ちょっと気になるな。こちらのメダルは更新してからご利用ください。なんかちょっとバグったね。更新してないとこんな音声出るんだね。コマさんみたいな音声、やっぱり。カッパーの音声は？カッパー。カッパー。カッパー。あ、いい線いってるの音声チェック。いい線いってる。ははこんな感じやったんや。いい線いってる。双子みたいな感じか。大人会行ってみよう音声。大人会。渋い。大人会。大人会。行き当たりバッタの音声は？行き当たりバッタ。行き当たりバッタ。行き当たりバッタ。